河合勘次郎8月24日から1966年11月18日は日本の陶芸家。陶芸のほか、彫刻、デザイン、書、詩、詩、随筆などの分野でも作品を残している。河合博士次郎とも表記される、当時の島根県安来町の大工の家に生まれる、松江中学を経て、 1910年、東京高等工業学校溶業科へ入学する。肝次郎には、死と仰ぐものがなく、指定関係を重んじる投稿の世界にあって、学校という教育機関にて指導を受けた新しい、世代の投稿となる。東京高等工業学校では、陶芸家の板や破山の指導を受けたほか、溶業の科学的研究を行った。1914年、 東京高等工業学校卒業後は、京都市当時期試験場に入所し、東京高等工業学校の後輩でもある、浜田昌司と共に1万種以上の釉薬の研究や、中国当時など、過去の当時の模倣や研究も行った。1920年、5代、清水六兵衛の技術的顧問を務めていた縁で、京都、五条坂にあった彼の釜を譲り受け、 金慶容と名付け自らの作品制作を開始する。同年、京都の宮大工の娘、常と結婚する。1921年、創作当時展覧会を東京と大阪の高島屋で開催した。この時、東京高島屋の宣伝部長であった川勝健一と知り合い、生涯にわたり、信仰を持つ。高島屋での当時点では、中国、 朝鮮の当時の名作に習い、科学的研究の成果を取り入れた、超絶技巧の華やかな作品を発表、新人にして、名人と一躍注目を浴びた。しかしやがて世評に反し、自身の制作に悩むようになる。創作当時展覧会と、同時期に、劉宗義の集めた、李朝の当時展、朝鮮民族美術展を転換し、無名の投稿が作り出す簡素で美しい作品に、 感銘を受ける。自分の作品は衣装であり化粧であり、中身の体はどうしたのか、心がけはどうしたのかと、自らの作品制作を中断する。1924年、イギリスから帰国した浜田昭二に、現地で収集した雑記スリップウェアを見せられ、浜田から柳を紹介され、その民芸理論に深く共感し、実用的な陶器制作を新たな目標とした。 河合博士二郎記念館1926年、柳、浜田と共に日本民芸美術館設立主衣発表。古い日用品を発掘しその制作のための技術を復活させ、無名職人による日用の美を世に広め、新しい日用品を制作し普及しようとした民芸運動に深く関わるようになる。富本健吉、黒田達明。 バーナード・リーチラとも合流し、1929年に長い沈黙を破って開いた高島屋の古典では古典から日用の器へと路線を変更した。勘次郎は各地を訪れ、手仕事の製作現場や日本や朝鮮やイギリスの器から受けた影響をもとに実用的で簡素な造形に釉薬の技術を生かし、美しい発色の器を次々と生み出して、 再び注目を浴びた。この時期以降、勘次郎は作家としての目を作品に入れないようになる。室戸台風で五条坂の自宅が損壊したことを契機に故郷の民家の形をもとに上り釜の形に対応するかのような構造をした新しい自宅兼仕事場を自ら設計し、大工である実家とも協力して1937年に完成させた。この自宅兼仕事場が 現在の河合博士二郎記念館になっている。同じ年、川勝健一の計らいで、鉄心尺サバナズツボが、パリ万国博覧会でグランプリを受賞する。第二次世界大戦後、世界の民族芸術に関心を深めた勘次郎は、木彫の制作も開始する。当の造形も、日用の器から、乾燥ながら奔放な造形へと変化を遂げた。材料の入手が困難であった。 戦時中より、死、死の創作をはじめ、1947年には、勘次郎の死、火の誓いを、胸方志向の版画で制作。随筆、命の窓を糖度に刻んだ当版を完成させる。老教に至り深い資料を重ねた文章を、多数残した時期だったが、壺や皿などの等の作品は、荒々しい素地で用途にとらわれない自在な形状に、 アクションペインティングのように釉薬を刷毛で打ち付けるような作品を残している。またあらゆる釉薬や造形を試し、その創作意欲が生涯枯れることはなかった。1955年文化勲章を辞退する。人間国宝、芸術委員会員などへの推挙もあったが、同様に辞退している。1957年には、川勝健一の計らいで、白地草ばない平田つぼが、 ミラノトリエンナーレ国際工芸展グランプリを受賞するも無意無感の投稿とし晩年まで創作活動を行い1966年に76歳で没した。ありがとうございます。